はい、どうも、しょうゆ TV です。はい、本日はですね、バット紹介です。はい、それがこちら、じゃーんと、レボルタイガーというバットのウレタンバットですね。今年のバットがこれ、これイオタの新しいバットですね。今年のバットは、はい、グリップが普通になってます。特徴がもう一個あって、ちょっと見てわかるかな、グリップのここちょっと太いんですよね。太く作られてます。まあ、結構持った感じ、こうしっかり持てるんで、打てる気がしてくるような感じで僕はね。で、実際にこちらのバット、2本ともですね、室内練習場で試打をしてきました。こちらの動画ありますので、ご覧ください。どうぞ。ヘッドが自動的にこうバーンと走る。いかがだったでしょうか。どうですかね。やっぱウレタンだけあって、本当にこれ飛びます。こちらの新しいバットに関してはちょっと重さを感じたんで、ちょんって当てただけですぐ飛んできました。ぜひとも興味がありましたら購入してみてはいかがでしょうか。今回ですね、走れ大井チャンネルのおいくんが、協力してみました。彼の YouTube チャンネルのリンク動画の概要欄に貼ってますんで、その方チェックよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたでしょう。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、AZ プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンタナさんの、インスタ貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。